皆さん、こんにちは。今回は、浅田美代さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。女優の浅田美代さんが、以前サワコの朝に出演し、タレント、綾様さんとの噂の層を打ち明けたことがあります。様さんとの恋愛関係も噂されたそうです。 あのねなんだろう、同級生というか、そういう感覚。仲良しすぎて男同士みたいな感じかな。様さんとも噂になったみよちゃんじゃないですか本当はどうだったのと切り込まれたんですよ。あの時期、私、本当に彼氏ができない時期ありましたからね。浅田よしこさんは過去に吉太郎さんと結婚していましたが、子供はいたのか気になり調べました。 吉田郎さんと結婚される際に芸能界を引退するか悩まれていたとのことです。結婚後もいつかは芸能界への復帰を考え子供は持たない選択をされたのかもしれません。離婚理由は吉田郎さんの不倫が原因と言われています。吉田郎さんは1986年に森下愛子さんと再婚しています。浅田さんと吉田郎さんになればラジオ番組での共演でした。 1974年に吉田拓郎さんから楽曲提供を受けています。1977年、21歳の時に吉田拓郎さんと結婚されています。吉田郎さんとの結婚後は芸能界を引退され、主婦をされていましたが、その選択についてお話ししてください。主婦っていう仕事はね、お給料も出ないし、点数にもならないし、誰に褒められるわけじゃないのだけどね。 でも、すごい仕事なんだよ。その後、芸能活動を再開されました。そのきっかけは何でしたかあの時私は芸能界を引退するかどうか少し迷っていたのです。でも、その時にキリンさんに言われたのは、主婦っていう仕事はね、お給料も出ないし、点数にもならないし、誰に褒められるわけじゃないのだけどね。でも、すごい仕事なんだよ。 これがちゃんとできたらどんな仕事だってできるのよ、と。それを聞いてスッキリして一度専業主婦に徹しようと思ったんです。いかがでしたでしょうか浅田美さんの私生活とこれまでの経歴を見てきました。ご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回もお楽しみに。